西南北北北っしゃん。はい、ということで今日はですねこちらです。はい、みんな大好き 2.65 です。はい、まあ、ちょっとねお久しぶり感めっちゃ強いんですけど、最近ちょっと26の動画上げてなかったですよね。だからまあちょっとね久しぶりにね、まあ、上げようかなっていう感じで、新環境のね26はどうだっていうね、まあ、マルチでやっていくんですけど、まあ、トリトンと当たればなっていうぐらいの気持ちで、まあ、当たったらね、まあ対象ねどんな風になるのかなっていう参考にできたらいいんですけど、まあマルチでどうなんすかね、まあ でも、まあ、とりあえずね今日はね、まあ、マルチ参戦やっていこうかなと思います。はい、いやなんか久しぶりっすね26使うの、ちょっとねなんか懐かしいっすねなんか26全然最近使ってなかったんで、そう前シーズンクエイクホグやったんで、いやなんか懐かしいっすねめちゃくちゃ。とりあえずまあ僕ショートホグしない人間なんで、まあとりあえずまあショートホグにないんですけど、まあアイスピケはね切ってあげて、でまあどうしよっかな、これウッドか、まあウッド返そうかな、ウッド返す、まあ一回ウッド返せ、枯渇来ても知らん、そんなウッド、もう動いてこないですねお前さん、アイスゴーレム切っちゃって、なんだあーラバしかもあえてレベル低くね。焦った今何も出してこないから、取るねと思って今で、リガー切ったんでこの位置で大丈夫ですね。リガー切ったんでね、リガー行ったんで、まあこの位置でね大丈夫ですね。でまあ一応ねスケだけでちょっかい出しといてあげて、まあそうですね、やっぱポイズン出てくるっすよね。でまあこれアイゴレだけで行きたいんですけど、無理っぽいっすねこれ。マガジン、あっジュン、いやー1体すかした、やべ1体すかした、いて、まあ、いや、いぐいな、この1体どんだけ削んねんあんた、えぐつない、あんた700ぐらい削らへんかった今、やば。でまあ一応ねホグ飛ばして、多分ね墓石とか入ってそうなんでですね、これちょっと遅らせると相手はね、はい、油断するんでね。 OK、 ウッドか2発張りそうじゃねこれ、1、はい、2、おいしい、マジでおいしいっすね。はいはいはい、ほんで、まあ、ISP かな。ISP、あー、かぶっちゃった。まあ、いっか。まあ、付けから展開しないといけて、あー、ここでよかったな、別に。あえてこっちする意味なかったな。ラバルじゃないし。どうしよっかな。まあ、ここで、そうっすね。あ、これもやっちゃいますね。やってますね、お前さん。もうこれいけますね、僕。もういっちゃいます。あー、いっちゃいます。あー、なるほど。これでも、こっち釣ってあげます。釣ってあげて、で、あのランバーを、この大砲でね、処理する感じで。行きたいと思いやーす。おっとこれ、あーやべ、リガから行っちゃった。これランバーのレイジかかるっていう。やんやん、毎回一体打ち漏らす俺。大体一体打ち漏らすみたいな。やめてくれへんそういうの。まあここ右に行こうか。おやばくないって。でまあここはね右に行って。おっと捨てっすねー。うん、どうしようこれ。えらい入ってますよお兄さん、えらい入ってますよお兄さん、はいはいはい、やばい、痛い、これファイブで抑えようかな、ファイブで抑えるのが濃厚っすね。はい、こっち寄ってくれへんかな、寄ってくれた、あーオッケー、待ってこれやばくね、大丈夫か、ポイズン切ったからオッケー、やばい、ういざまーっていうね。まあよかった。まあ言ってね、落とされても右側がね、もう732なんで、まあマルタファイブ、マルタファイブ圏内なんですけど、まあいっか、とりあえずオープンしといてあげて、はい、やっていきます。よし、あぶねー。いや、なんかちょっと、あれっすね、懐かしいっすね、今のなんかラバー、あ、言えなかった。まあいいや、ちょっと懐かしいっすね、なんか今の形。あ、今の形、多分、あ、でも、ディカは入ってないけど、あれホバーやんな、確か。まあいいや、とりあえず、どうしよっかな、もう ISP アイゴレ合わしとこうか、アイゴレ合わしといって、いやなんかもうクロスシューしかせん、もう、はいはいはい、出ましたよと、はい、出ましたよと、もうクロス行きますせみたいな言ってますもんね、こんなん、はい、よいしょ、気をっすね。でまあここはアイゴレで蓋仕上げて、いやどうしよっかな、クロスね、久しぶりですね、久しぶりのクロスですね。なんかね、最近僕思うんですけど、クロスってね、めっちゃ鬱陶しいな。あのね、最近26でクロスって、クロスの方が相性いいらしいんですよね。ここだけの話。で、あれか。OK。なるほど。
これはこうします。ひょっ、お、まさかまさか、なんかしてくる、なんかしてきたら好きですけど、 OK、 何もしてこない。 OK、 これやりましたね、ワイツさん。はい、これでね、回転数僕の方が早いんで、これでね、勝ちっすね。はい、ほいじゃ。で、多分5か、あ、そうやな。はい、アーチャー組んで、はい、よいしょ、もう一発ねじ込み、 OK、 おいしい、おいしいっすね。これが回転力なんですよね。こう、まあ序盤でこういうことできたら割とね勝てるんですけど、そう、上手い相手やったらね回してくるんですよ、テスラをね。だからちょっとね辛いんですよね。今みたいな相手やったらね、まあまああれだったんですけど、割とね回されるときついですね。はい、まあスケ切ろっかな。スケ切って、お、イリアドが2か1ぐらい若干取られてますね。これなんか来そうなんで、ウッド転がしといてあげて、はい、美味しいですね。で、タゲ取ってからこうやってね、でこうやると相手ね、左にも右にも対応しないといけないね。あ、これやりましたね、ワイツさん。よっ、待って、やばい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 。 OK 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 OK、 はい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 、耐えっすね、鬼の耐えっすね。でもここでアイゴレ切っちゃったんで、ちょっとねここが渋いっすね。アイゴレ切った後なんで OK っすね。はい、もう言っちゃいましょう。読まれちゃいましたね。はい、読まれちゃいましたね。はい、おはようございますってね。まあここは、はい、やめましょう。あー、もうこれ大丈夫ですね。これはもう、あの、ウッディで、ウッディで転がしてあげて、はい、こっちでね、もうね、あの、2周目がね、もう来るんですよね、僕のね。あー、でも回ってきたね。これ回ってきたね。回ってきましたね。はい。今のスキアイスピー回ってきましたね。いやー、ちょっとどうしようかな。ここで立ててきてくれたら美味しいんですけど、割とね、立ててこないと。おー、なるほど。これめっちゃってよくないですか。もういけそうじゃないですか。なんかもう回転でね、もう回転のゴリゴリゴリ押しの押し押し押し子さんみたいな。はい、一発、あーん、ファイモアでしょ。ダメ、そんなんダメダメダメ。うーん、どうしよう。あー、めんどくさいな普通に。とりあえずマスケセパって、マスケから展開し、圧かけてあげて、ファイブ切ったんでね。で、ここでアイゴリ蓋してあげて、OK ですね。あれ、5打ちましょう。いや、ホグ出してから5打つことが大事なんです。これで回転数を上げるっていうことですね。これが大事ですね、割とね。はい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 。いや、これ多分ね、あ、なるほど。これ絶対ね、なんか来ると思うんですよ。だから右にね、添えておいてあげて、はい、大丈夫ですね。OK ですね。で、ここでホグ飛ばして、飛ばしてる間にね、こっちへね、はい、刺さると。相手エクサない間にね、攻めてあげて、左はね、その間に防衛と。あ、OK ですね。はい。あー、勝ちました。あー、やじゃ。あー、かわいい。ダメ。かわいいとか言ったらダメ。ダメっすね。また、コメ欄で戦えるわ。うわ、出た。すぐなんか、エプロンなりにあおるんってどうですかみたいな言うやつがいるんでね。あー、別に煽ってるわけじゃないんですけどね、別に。はい、あと1戦いきます。まあ、負けたらね、まあ、いきますけど、とりあえずね、参戦。参照できればなっていう感じですね。やっぱなんか2力楽しいんですよね。やっぱで自分のデッキって、自分のデッキっていうか、あの昔から使ってるデッキってね、やっぱ楽しいんですよね。久しぶりに使うとね、やべえ、だこの気持ちわかるかな。なんかめっちゃ楽しいわ、なんかやべえ。ちなみに今ね、あの CRLOI に撮っててね、あのブレーン e スポーツに勝ったところで撮ってるんですけど、いや、バカ気持ちいいですね。てかケンズかっこよすぎましたね、マジで。いやー、いや、僕ね、あの2番目に、そう、KO1 ね、出番あったんですけど、回ってこなかったですね。結構温めたんですけどね、ケンツがね、蹴散らしてましたね。くそーっていう感じですね。いや、介護行こうかな。いや、行こうか。まあ、一回行っちゃおうか。そう、僕結構ね、1v1 出てないんでね、ちょっと出たかったんですけど、うわ、これ絶対取れねえあるやつやん。いや、もう絶対取れねえあるやん、みたいな顔してるもん、こんな。100取れねえあるやん、みたいな顔してる。ここでマスケ切るか、否か。切ろう。まあ、動かしたいんでね。できればね。はいはい、もう絶対、絶対取れない。ゴレ、ゴレ、ゴレとかじゃねえ、こんなん。ゴレじゃねえ、多分。ゴレっぽくないですか。絶対取れないやん、こんなん。100取れない、歩くね。知らんけど。ザップ?ザップ?ザップ?ん?いや、まあ、一応ね、一応、何?警戒値のね、ホグにしといてあげて、一応ね、あ、しかも、内回り、いったった。あはーん!あ、これ、やめて、やめて!やめて、やめて、やめて。あ、ダメ。いて、これ逆サイいきます。ふとね、切った後なんで、ここで、まあ、相手捨ててくるか、ユニットで受けてくるか、どうすんかね。捨ててくるんですか。ああ、ユニットですね。で、これは、まあ、ランバーを大砲プラスアイスピーとかでね、受けてあげつつの、受けてあげつつの、つつの、つつの、マースケでね、
マースケで、マースケでね、お処理を仕上げて、マスケがね、竹取って、うわ、うわ、待って、その竹、竹からめっちゃうまくね？え、めっちゃうまくね？それ。やばいやばいやばい、俺やばくね？これ。やばいっすね、これ。ヤバリンワールド展開しますね。あー、やばいやばいやばい。え、終わったくね？これ。終わったー。いや、マジで終わった、これ。マジで終わった。いや、やばい、終わった、これ。いやー、ちょっときついね、これ。やってしまったね。やってしまいましたね。いやー、めっちゃ油断してた。今ね、マスケがやってると思って、そう、ザップの存在忘れてましたね。ザップの存在忘れて、普通にやっちゃってました。いや、これ、ライトニングそう。ライトニングかな、これ。ライトニングなんかな。あ、なるほど。なるほど。つい、いっちゃんだるいやつやな。いわんじゃん。いわんじゃないかな、これ。ワン、あっ、うん、頑張れ頑張れ頑張れ、 You can do it You can do it You can do it Oh my god 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 Oh my god、 あー待って、これちったくさい、ちったくさい、これ逃げる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 、あー、いやー、ダメだな、いや、なんかダメだな、立ち回りが甘かったな、やっぱホグ出さないっすね、やっぱ出さんべきやな、違うな、やっぱホグ出さないんだよね、やっぱり、いや、待つべきやったね。まあ、いっか、もう一回行くか。やっぱね、トルネモっていうとき、行かん方がいいと思うんですよね、僕的にね。いや、なんかチャンスじゃない限り、やっちゃうとね、キング起動されて、普通にね、あれされるんですよ、ゴール展開されるんでね。いやー、なんかもったいなかったな、普通に。まあ、ちょっと、おー、マスケ、マスケ。初手からマスケされてくって、エイポンクロスの可能性が高いですよね。まあまあね。大体してこなくないですか？あ、スケラ？スケラか、これ。スケラか？いや、人気か？おー、やば。デッキがやべ。ちょっとオシャンティーに3回受け。おや？どっか行ったんだけど。何人かどっか行った。とりあえず逆出しといてあげて。え、どれね？え、何？捨ての子、え、マジやばい、釣れなかった、あいこれで痛い、やばい、スケに行ってる、マスケの位置がヌーブ、マスケの位置ヌーブ、マジでヌーブかましてる。まあ、とはいえないってやりましたね、お相手さんやりましたね、やりましたね、これポイズンまで打っちゃったらもう関係ないですね、今のポイズンを打ったおかげでこっちのねホグの分がね、まあ、変えてきたんで、まあ、美味しいんじゃないかっていう思いますね。うん、あえて捨てはいかつくないですか。まあ、いっか、もう一回ホグ行こうか。あえてマスケだく、あー、なるほどね。これ多分ね、いや、スケブル来ると思うんですけどね。はい、来ましたね。はいはいはい。トワイエントワイエン、マス、うん、呼んだところでトワイエンなんですよね。あー、怖っ。今めっちゃ怖かった、今。いや、いける？いや、俺絶対スケラだと思うね。これ、ジャイスケラの香りしかせんくない？え、めっちゃ、高くね、位置。めっちゃ位置高くね。え、もうジャイスキラーの顔してません、これ。え、いや、待って、落ち着け。いや、待って、ここでホグ出した俺、絶対、むしられる気するんだけど。落ち着こう。落ち着こう。ここでホグ出した俺、絶対捨ててくる気がする。相手の敵にね、やっぱり。ですね。ここは、落ち着いて守りますか。後ろマスケの、遅れウッド。遅れウッドっすね。いける？やべ。まあ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 。やべ、あとこの30秒守れる気がしねえ。とりあえず、まあ、落とせたらいいなぐらいの話出てきましたね。なるほど。頑張れ。うーち、いける。守れる守れる。やばスケラがつけスケラがつけスケラがつけ、気合の防衛、オッケー、いいっすね、勝てましたね。ジャイスケラもきつくないですか、普通に。でもね、ジャイスケラね、意外と、なんか、型にもよるんですけどね、普通のジャイスケラなら、ジャイ食うじゃないですか、ジャイをね、あの大砲で受けて、後ろマスケスケがめっちゃ強いですね。マジでそれだけで守れますね。後ろマスケ、そう、キングウラマスケに、あの、スケラにね、スケ当ててあげたら、割とね、マジで、ま、あの、あれ、
あれ処理できます、簡単にね。でまあカウンターできるんでね、割と強いですね。おすすめ、一回ねジャイスケアとか当たってみたらね、やってみたらいいんじゃないかと思いますね。そのまあ多少は入るですよ、多少は入るですけど、だいぶね比較的に抑えれると思いますんで、マジでね、あのダメージをね抑えれると思うんで、まあぜひね、防衛の仕方は前にねマスキーじゃなくて、あの大砲でねジャイを速攻とかしてあげて、あれですね、スケとマスケでウッドアイゴルとかでね守ってあげるのが、まあ、一番ベストかなと思います。はい、まあということで今日は3勝1敗かな、ちょっと いっぱいしちゃう嫌なんですけど、まあいっか、3勝したんでね今日はね。はい、なんか最近多くないですかこの感じ、なんか3勝にできたらいいな言いながら、まあなんか1敗するみたいな。いやまあいいんですけどね、別に3勝できたらねまあなんか懐かしくてちょっとね、やっぱあれですね、なんかちょっと懐かエモかったですね、めちゃくちゃまあまたね、あれですね、また26の動画も今後ね上げていきたいと思います。新環境いながらトリトン誰も使わないんだよね、乾燥しないから、多分おそらくね、もっとね、あと終盤とかいったらあるかもしれないですね。まあまあ、はい、ということで今日はねここら辺にしときます。はい、ということでこの動画良かったらね、チャンネル登録と高評価とグッドボタンよろしくお願いします。はい、いやー26気持ちいいねやっぱり。はい、ということで皆さんお疲れ様です。